続きましてうまいもんどころのコーナーでーす。ありがとうございます。さあ今週も始まりました、はい、茨城食と農のポータルサイトうまいもんどころからのお知らせです、はい、こちらのうまいもんどころでは味わってみなきゃわからない贅沢な願いを叶える太っ腹コーナープレゼントキャンペーンが毎週更新されております、はい、毎回茨城の美味しいものをプレゼントしておりますが、本日から始まるプレゼントはこちらです、うん、はい、こちらベルファームの生搾りジュースです。ありがとうございます。ジュース、はい、なんかこう青汁とか、うん、人参ジュース、お、いいね、いいね、ね、いろんなジュースがあるようですけれども、うん、はい、こちらのベルファームなんですが、うん、創業時から生搾りジュースの一貫センサーを行っています、うん、原料となるケールや人参の生産では化学合成肥料を使用せずに種取りから栽培まで自社農園で行っています。すごいね。はい、また加工においてもこだわりを持ち、うん、自社工場で独自の製法で絞り、製造工程の中で酵素、ビタミンなどの野菜の栄養素を破壊することなく加工を行っているそうです。はい、そしてお届けするときもですね、大切な栄養素が失われないように、うん、なんとジュースを冷凍してお届けしているそうです。はい、そしてベルファームの青汁は季節によって味が変化しますので、うん、寒い時期は甘みのある飲みやすいものとなっているということなんですね。面白いですね。ねえ、テムさん青汁とか好きですか？そうですね、結構あの、はい、僕野菜ジュース系、はい、好きなんですよ。あ、そうなんですか、うん、なんか健康にもね良さそうですし、野菜そのものですから ね、はい、解凍するこういう風な状態になるとそういうことですね。冷凍でお届けするということ で、いいですね。ね、人参ジュースも美味しそうじゃないですか。人参は美味しい ね、甘くてね、はい、色味がクリスマスっぽいですよね。あ、確かに2種類だとねオレンジと緑と ね、ちょうどいい時期かもしれません、はい、はい、ということでこちらのベルファームから生搾りジュースを3名様にプレゼントいたします。ありがとうございます。こちら応募期間は本日12月12日の夕方から12月22日までとなっております。この機会にぜひご賞味ください。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりとご紹介しております。皆様ぜひご覧ください、はい、以上うまいもんどころのコーナーでした。